ハッピービログマスデー9。この日もアドベントカレンダーから始めました。長男の方が乗り気で、これやらないの？と聞いてくるぐらい楽しみにしているようなので、買ってよかったなと思います。なんだ？なんですか？おもちゃの世界だね。ねえ、トマト甘い？食べてる。もう一回、あくこっち見て、はい、あら、やだか。かわいい。赤くんのはどれがいい？1個どれか選んで。悩むね、これね。かわいい。何する？どれ？これ？いいね。いいよ。手拭こう。かかってない状態だから、いけるね。すごい美味しそうじゃない？期間限定だね。じゃんけんすんだって。はい。ストップ押して。わーお。あ、ピンコだ。回ってる。何味だった？もう一個来た。あれ？もしかしてもう一個も卵サンド？ないと何だった？ここになってる。ね、うわ、美味しそうだね。すごいだ。ポン酢。おお、できた。あれ、お肉いない？お肉いなくなっちゃった。
愛いから取っとく。アフにシールあげてよ。お母ちゃん1枚あげるから。うん、1枚ちょうだい。なんでよ。あ、こっちか。はい、どうぞ。これは無料でダウンロードできるサイトから撮ったものをラミネートして使ってます。シール貼りと迷路となんか他にもあったような気がするんですけど、もうこれももう長男には簡単すぎるのでまた新しいのダウンロードしようかな。ちょうどいいね、クリスマスでいいですね。シール貼りは手先を器用にする想像力や集中力がつくなど様々な効果があります。また迷路は判断力、推理力がつくだけではなく筆圧のトレーニングにももってこいのようです。ぜひ遊びの中に取り入れてみてくださいね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。